はい、渡辺真由です。今回はね、ドミネーションをプレイしたいと思います。マップはニュークタウンになります。今回もね、後付け実況の方でね、やっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。今回もまずカスタム構成から紹介していきたいと思います。今回使用したメインウェポンはスナイパーライフルで P-06 に、サイトはバリックス3、アタッチメントはサプレッサー &FMJ& 拡張マガジン、サブウェポンはハンドガンの MR6 に、パーク1はオーバークロック、パーク2はハードワイヤー、パーク3はデッドサイレンス、ワイルドカードはメインガンファイター1、スコアストリークは HXD&UAV& ケアパッケージ、スペシャリストはノーマットのリジャックというカスタムでやっていきたいと思います。今回プレイしたゲームモードはドミネーションで、マップはニュークタウンになります。で、成績の方が13キル10ですのプラス3で、3ダッシュ3防衛、スコア1590というね、成績の方になりました。今回スタート時にね、今回も前回のローカス同様、成績度外視で死なずに5キルでかける5でカメラ明細解除できるんでね、そのチャレンジね、やってました。成績悪いといつもいつも成績悪い場合はね、YouTube のね、アップしないんだけど、ちょっとチャレンジやってて、カメラ明細とゴールド明細が解除できたのでね、その記念動画っていうことでね、特別に YouTube のね、アップしてます。シアターの方から録画してね、急遽シアファクトリーの今ね、後付け実況の今つけてるんだけどね、本当死なずに5キル、この時P06 はね、死なずに5キルかける4回で、前回のローカスと同じなんだけどね、あと1回で死なずに5キルかける1回やれば、カメレオン迷彩とゴールド迷彩解除できるということでね、今回もいつものようにこの建物内で持ってね、武器にサプレッサーと FMJ つけて、拡張マガジンつけてね、チャレンジのをやってました。なんとここいいんでね、真向かいのね、敵さんね、結構調子よくてね、いつもあとスペシャリストはいつものバッテリーのキネティックアーマーで死なずに5キルスチールのチャレンジねやっていくんだけど、今回ノーマットのリジャックでね、チャレンジのをやりました。こういった敵さんが離れてる場合は、例えばね、死なずに4キルやってて、でその後に敵さんにやられて、でリジャックで復活して、で最後の死なずに5キル目、死なずに5キルやれば、最後にキルすれば、リジャック直後に5キルすれば、これもカメレオン迷彩の解除条件として反映されるんでね、リジャックもいいと思うんでね、死なずに5キルのチャレンジはね、リジャック、バッテリーのキネティックアーマーもいいと思うんだけどね、もう一回行ってみようか。重要なポイントになるんでね、ゴールド迷彩ね、今解除できました。これストレートでね、連続1回も死なずに、カメラの迷彩もね、解除できました。死なずに4球やってて、で敵さんにやられて、でその後にまたその武器で1キルやって、合計5キルやればね、間にリジャック挟んでも死なずに5、その武器で5キルっていうことなんで、連続5キルじゃないんでね、死なずにトータル5キルやればいいんでね、死なずに。そうすることによってね、カメレオン迷彩がね、解除されます。あとリジャックとかと間に死なずに4キルやって、3、4キル、4キルやって、で今回のセカンダリーウェポンのハンドガンの MR6 カスタムで組み合わせたんだけど、死なずに、P06 で死なずに4キルやって、で P06 で近づいてきた敵さん、ちょっとスナイパーライフルでちょっと厳しいっていう場合はね、MR6 で敵をキルして、でその後に、もう1回 P06 に持ち替えて、1キルしてで、死なずにトータル5キルやればいいんでね。カメラを迷彩解除されるんでね。
もしくは、死なずに5キル1のカウントされていくんでね。自分はでもそれやらなかったんで、間に挟まなかったんでね、近接武器とか、エネックシャドウクローとかね、今回のスナイパーライフルも、すべての武器なんだけど、そうなんだけど、スチールね、連続で5キル、それぞれの武器で死なずに 5キル連続でやってったんで、間にセカンダリーとかのスペシャリストアビリティ挟まなかったんでね、武器だけで5キル 連続5キルやってってるんでね。で今回でもリジャックにも発動したんだけど、この時ね、9連続キルまでやってたんだけどね、あと1キルで10連続キルだったんだけどね、これもチャレンジあるんだけどね。早い段階で本当にね、この試合の早い段階で P06 死なずに5キルかける5回やって、カメレオン迷彩&ゴールド迷彩解除できたんで、本当とってもね、良かったんだけどね。ですぐP06 のカメレオン迷彩&ゴールド迷彩解除できたっていうことでね、急遽SVG100 の方にね、切り替えてみました。あとも、もうドラコンに、ローカスで P0、今回の P06 もね、ゴールド目線まで出したんで、あと残すはこの SVG100 のみなんでね、この SVG100 は、どの部位に命中しても、ターゲットのね、どの部位、体の部位に命中しても、ワンショット、ワンキル可能になってる強力な武器なんでね。これ死なずに5キルは、スチールは結構やりやすい、早い段階で終わると思うんでね、これね。HCXD、大和田7、オンラインしたんだけど、この時敵さんのフラグかなんかでちょっと爆破されちゃったんだけどね、爆破されたでしょ、結構もったいないんだけどね。あと、この SVG100 だけ、ゴールド迷彩まだなんで、それ終わるとね、カメラ迷彩まだ解除できないんでね。カメラ迷彩解除して、で、ゴールド迷彩解除すれば、スナイパーライフルのダイヤモンド迷彩が出るんでね。で、その後にショットガン、あと2、デフォルトあとショットガン2種類だけなんで、セカンダリーウェポンも全て終わってるんでね、コンバットナイフ、ハンドガン3種類、コンバットナイフ、で、RPG 2種類も全てダイヤモンド迷彩にしてるんでね。で、あとは、このスナイパーライフルのこの SVG100 ダイヤモンド迷彩にすれば、あとデフォルトではショットガンの2種類ね、205ブリッジとヘイマーカー12だをゴールド迷彩&ダイヤモンド迷彩解除すれば、念願のダイヤモンド迷彩を超えるダークマター迷彩がね、解除されます。今回のサイトの方が純正じゃなくて、いつも自分がよく多く使ってるバリック3ね、これリーコンが倍率になったやつなんでね、これバリック3とってもやりやすいんでね、これね。で、あとレティクルの方もね、これ追加での追加ランでレティクル使ったんだけど、このホライゾンっていう名前のレティクルなんだけどね、ホライゾンって COD 前作の CODAW にホライゾンっていうマップあったんだけどね、偶然ね、それと同じ名前のホライゾンというレティクルを設定してるんだけど、結構これ見やすいんでね、結構おすすめです。まず使ってみてはいかがでしょうか。結構敵さん狙いやすいんでね、レイコンとかバリック3のレティクルちっちゃいんでね、でもこれもちっちゃいんだけど結構三角で結構敵狙いやすいんでね、形状的に。でもハンドガンの R、 今回 MR6 か、あ、今回あ MR6 じゃなかったのかな、これハンドガンでも結構 LCR9 使ったんだね、これ。ちょっと間違えましたね。MR6 ってさ、試合冒頭でカスタム構成の紹介した時には、ハンドガンの MR6 って言ったんだけどね。これ正確には LR6、LCR9 なんでね。LCR9 のハンドガンの MR6 はセミオット単発で。で、RK5 は3手バーストで、で、この、今回セカンダリーウェポンに組み合わせたハンドガンの LCR9 は、ハンドガンで唯一のフルオートになってるんだよね。結構強いんで、この LCR、ハンドガンも全てダイヤモンド迷彩にしたんでね。LCR9、やっぱ、
スナイパーライフルだけでやっていくのもいいんだけどね。スナイパーライフル1丁だけでやっていくのもいいんだけど、できればね、スナイパーライフルとあのセカンダリーにあのハンドガンとか組み合わせた方が絶対いいんだよね。近接攻撃とかね。安心なんでね。あの室内とかやっぱり、とっても、とっつなさんだったらいいんだけど、あの、近くの敵もクイックショットでバンバン倒せる腕前のあるプレイヤーさんだったらいいんだけど、そうじゃない場合はね、あのもうちょっと自信がない場合は、自分は全然スナイパーライフル慣れてないんでね、もうセカンダリー必須なんでね、ハンドガンなんか必ず組み合わせるんだけど、組み合わせない時もあるんだけど、もう最近はもう組み合わせるようにしてます。特にこの死なずに、今回のあの死なずに5キルスチールのチャレンジね、カメレオンメッセージのチャレンジの場合は特にね、セカンダリーのハンドガンとか必須、もう必ずと言っていいほどカスタムのね、組み合わせてるんだけどね。前回のローカスの時も組み合わせたんだけど、一番初めにドラコン解除したんだけど、ドラコンのスチールチャレンジやった時はセカンダリー組み合わせなかったんでね、それよりのパークさんにブラストサプレッサーとデッドサイレンス入れたいっていうことでね、セカンダリー入れなかったんでね、できれば入れた方がいいんでね。だとリーサルタクティカルも入れないんでね、もう死なずに5キロはもうちょっと使わないんでね、それあともうちょいで終わるんだけど、今回でもかなり圧勝でね、試合に勝って、できさあの味方さんもかなり強かったっていうのもあってね、本当にね、死なずに5キロスチールね、あのカメラ迷彩とゴールド迷彩解除がね早い段階でできてね、とっても大満足しました。今回の成績はね、13キル10ですのプラス3、3ダッシュ3防衛、スコア1590というね、成績のになりました。成績よくあんまりいまいちなんだけどね。レアドロップ2個またはノーマルドロップ6個と交換できる。このマッチ、暗号機3獲得しました。暗号機合計数60。カメレオン迷彩、死なずに P06 のみで5キルする ×5 でカメレオン迷彩が解除できました。で、プラス 2500XP。が得られました。でゴールド迷彩 P06 の全迷彩アンロックするでゴールド迷彩が解除できました。でプラス 5000XP が得られました。結構獲得 XP 多いね。 14792XP だね。はい、今回使用したのはね、渡辺前で P06 にサイトアバリックス3アタッチメントはサプレッサー FMJ 拡張マガジン、サブウェポンはハンドガンの MR6、パークはオーバークロック、ハードワイヤー、ブラス、デッドサイレンス、ワイルドカードはメインガンファイター1、スコアストリークは HCXD、UAV、ケアパッケージ、スペシャリストはノーマットで、リジャックというカスタムで出てきました。今回ようやくね、P06、カメラメッセージ&ゴールドメッセージね、解除できたんだけどね。で、今回、ニュークタウンのドミネーションでね、解除できたんだけどね。いつもあのチームデスマッチとかキルコンファームとハードポイントとかでよくやるんだけどね、今回ドミネーションでもやったことあるんだけどね、死なずに動けるね、バリックスルーいいんだけどね、結構使いやすいんで、死なずに動けるかける5のうち1回だけ上だったかな、純正スコープで1、2回ぐらいかな、純正スコープやって、あとの3回がこのバリックスルー使ったんでね、でサプレッサーも必須だと思うんでね、やっぱりね、レーダーに映らないんで、発砲してもレーダーに映らないんで、FMJ もこれ必須だと思うんでね、壁越しの敵さんも撃ち抜くことができるんで、拡張マガジンも必須だと思うんでね、この P06 はね、他のスナイパーライフルのドラコン、ローカス、SVG100 に関しては拡張マガジンなくてもいけるんだけど、この P06 は弾切れ起こすんですぐ拡張マガジンつけた方がいいんでね。で今回サブウェポンにハンドガンの MR6 ね持ってきたんだけど、これあの裏取られても大丈夫なように持ってきました。であのいつもあの死なずに5キルかける5連続してやるんだけど、であの例えば死なずに5キル4キル目に4キルやって、でその後に敵さんが近づいてきたら MR6 だハンドガンとか近接攻撃とかでキルして、で最後に死なずに5キルやればこれもカメラメッセージ解除の条件になるんでね。今回あのリジャック使ったんだけどね、ノーマットの死なずに3キル目だったかな、で
で、その次、その後にやられて、で、リジャックで復活して、で、あと2キルやって、カメレオン迷彩解除し、できたんだけどね。うん。これ連続してやる必要ないんでね。うん、これもやっぱ必須なんでね、オーバークロック、ハードウェア、デッドサイレンスね。うん。これすぐ溜まるんでね、スペシャリストウェポン、アビリティゲージが溜まるんでね。で、ハードウェアも必須だと思うんでね、例えば4キル、死なずに4キルやって、ショックチャージ C4 トリップマインでやられたらまたリセットされるんでね。あと第6巻とかトラッカーに無反応になるんでね、これ絶対必須なんで、ね、デッドサイレンスもこれは音を立てずに移動できるんでね、これも必須だと思います。で、今回ノーマットのリジャック使ったんだけど、いつもはねバッテリーのこのキネティックアーマーでチャレンジ終わらせていくんだけど、今回ノーマットのリジャックでね、P06 のカメレオン迷彩&ゴールド迷彩ね、解除できました。これ例えば死なずに4キル目に敵さんにやられて、でリジャックで復活して、で最後に死なずに5キルやれば、それでも間にリジャック挟んでもカメレオン迷彩条件 に反映されるんでね。で、今回もね、さっきも言ったんだけどね、死なずに3キル目でだったかな、やられて、でリジャックで復活して、あと2キルぐらいやってカメレオン迷彩&ゴールド迷彩解除できたんでね、リジャックもいいと思うんでね、うん、おすすめします。キネティックアーマーとこの今回使用したリジャック使用、おすすめします。カメレオン迷彩死なずに P06 のみで5キルするかける5カメレオン迷彩ね。でP06 の全迷彩をアンロックする。で、ゴールド迷彩解除できました。とっても嬉しいです。ローカス解除した後に、すぐやってって、死なずに4キル目はすぐスムーズにいってね、最後の死なずに5キルかける5回目解除するまでがちょっとだけ苦戦したんだけど、でも、前回のローカスもそうだったんで、ね、死なずに5キルかける4回まではスムーズにいって、死なずに、5キルかける5までがちょっと苦戦したんだけど、でも P06 前回の老化速度でもないんでね、スムーズにいったんでね、うん、もうほとんどニュークタウンで終わらせたんだよね、これね。今回もとっても嬉しいんだけどね、うん、で次これやっていくんでね、 SVG100 ね、試合中に P06 のカメレオン迷彩&ゴールド迷彩解除した後に SVG100 に切り替えたんだけどね、これあと4回やらないといけないんだけど、でもこれすぐ終わると思うんでね、うん、ローカスは腹部より上に当てないとキルできないんだけど、この SVG100 に関してはね、体のどの部位に命中しても一発でキルできるんで、これかなりダメージ強いんで、死なずに5キルも確率高いと思うんでね、うん、次これやっていくんでね、以上にしたいと思います。はい、今回はね P06& ノーマットのリジャックを使用してニュークタウンのドミネーションをプレイしてみました。P06 のね、カメレオン迷彩&ゴールド迷彩も解除できてとっても大満足してます。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。